共同企業体とは、複数の異なる企業等が共同で事業を行う組織のこと。主として、土木建築業界において、一つの工事を施行する際に、複数の企業が共同で工事を受注し施行するための組織のことを指す。合弁事業を意味する英語のジョイントベンチャー、略語 JV と呼称している。大規模つ高難度の工事の安定的施行の確保、並びに、 有料な中小、中堅建設企業の振興などを図ることを目的に1951年に建設省において制度化され運用が開始された。国土交通省発注工事においては共同企業体運用順則に基づいて運用されており各地方公共団体においても同様の運用がなされている。その目的によって特定建設工事共同企業体と 形状建設共同企業体に分けられる。2011年には地域維持型建設共同企業体の制度が新設されている。なお、JV は民法上の組合に該当し、国税の課税においても各構成員の出資額によって、それぞれに課税されるとされている。歩行者閲覧用特定、JV の看板建設業界はその範疇が広いため、 総合建設業でさえ各企業間で業種の有無や同じ業種であっても構造物ごとの得手増え手による受注可能分野の偏りが生じることが多い。一方で近年建設される大規模構造物は様々な要素が複合して設計されていることが多く各専門工事ごとに分割して発注することが困難な場合がある。これらを補う手法として 各分野に引い出た企業同士が JV を構成することで、一つの工事に対して総合的な受注、試行を行うことにより、円滑かつ速やかな試行を行うことができる。特定 JV は発注される工事ごとに結成される。土木工事では一般的には2社、または3社で結成されるが、高層ビルなどの建築工事などではより多数の企業で結成されることがある。 受注できなかった JV は改札後結成は解消され、受注した企業体は春工後景を意金請求まで存続する。公共工事の場合、各工事の発注に関する広告が行われた時点で、発注機関に対して JV の結成を届け出る。各社の出資比率は、2社による場合は最低30%、3社による場合は最低20%とされている。 最も出資比率の多い企業が幹事会社となり、工事受注、施工の際に主導的な立場となる。企業規模の小さい建設業者が JV を組織することがある。これにより、単体では受注できない規模の大きな工事を受注することが可能になり、受注機会の拡大につながり、利益の向上に寄与するとされている。形状、JV は、 単体企業と同様の組織とみなされ、発注期間の入札参加資格審査申請時に申請を行うことで、一定期間単体企業同様の有資格、建設業者として登録される。近年では、地方公共団体においても、入札方法の多様化などもあって、受注機会を拡大しようとする傾向がある。このため、形状、JV 結成による組織規模の拡大が、 必ずしも受注機会の増加につながっていない事例も見受けられ、形状、JV を解消するケースもある。全校の形状、JV を発展させたもので、地域の維持管理に不可欠な事業につき、地域の建設企業が継続的な協業関係を確保することにより、その実施体制を安定確保するために結成される共同企業体。維持管理系の工事。 業務を受注する目的で結成され形状、JV 同様の運用がなされる。ただし、専任性に関する技術者要件が通常の JV よりもを緩和され、さらに単体企業との同時登録及び形状、特定、JV との同時結成、登録が可能な制度である。ありがとうございます。